五憲派を装う疑瞞団体や平和基弁者に憲法9条は宗教。共産党の火災量政策委員長は10日の記者会見で、北朝鮮が相次いで飛翔体を発射したことについて、日本政府に対し憲法9条の精神に立って、日朝平安宣言を基礎に米朝官の平和プロセスが前進するよう、積極的にコミットしていくことが必要だと要求した。 問題解決の道は対話と交渉の継続以外にない。いかなる軍事的挑発行為も厳しく自制すべきだとも述べた。その共産党は、問題解決の交渉は全て政府が行えと、我れせずを貫くと宣言している。憲法9条を守ってさえいれば国が滅ぼされようが構わない姿勢だ。戦争放棄を規定した憲法9条を守れ。 自衛隊は平和の敵だから反自衛隊活動を展開する。球場があれば平和が保て、仮に敵が攻めてきても無抵抗を貫き、話し合いで解決するべきと呼びかけている。また高級平和主義を装う文化人たち側をかけて厳しく語憲を語る。語憲を装う団体たちにとって憲法球場はバイブルのように大切なものだろう。 自分たちが信仰する宗教だから絶対守るべきなのだ。自分たちの宗教が守れればいいのだから、外国の脅威から国民の生命が守れるかどうかはどうでもいい。彼らの主張はすでに日本人が北朝鮮に拉致されたり、竹島が韓国に武力占領されたり、中国が尖閣諸島を奪おうとしている時点で崩壊しているのだが、そこはスルーし、 拉致被害者、チベット虐殺、南沙諸島制圧などのことは何も語らない。五権派は日本を弱体化させようや自衛隊廃止と叫べば明らかにどこかの侵略組織大弁だとわかるから指示を得られないことを知っている。だから、戦争法とか球場を守ろうとか平和憲法を受け継ごうなどとすり替え、耳障りのいい言葉を使って国民を洗脳している。 どうしたら戦争にならないかを考えたら、日本を壊したい他国が大喜びする憲法九条ではなく、戦争にならないように身構えよう、災いようを恐れるな、正しく備えよしかない。安保反対でもなく戦争法案撲滅でもない。世界の企みを冷静に見つめて対処するしかない。厳しい現実に衛星中立国でも永遠と、 戦争だけは絶対してはいけない。だからこそ私たちは戦争のできる国にする必要がある。戦争のできる国にすることが、戦争をしない国になる最大の防衛方法であるを堅持している。